ルイ・ヴィトンのバッグに、ロレックスの高級腕時計、米子市の JU 米子高島屋で始まった質流れ品スーパーブランドビッグバザールには、関西を中心とした5店舗が出店し、バッグや時計、宝石など高級ブランド品およそ3万点が展示販売されています。中にはダイヤモンドとサファイアが散りばめられたスイスのブランドピアジェの2000万円の腕時計も。このバザールは今年で22回目を迎えますが、今回はコロナ禍と物価高騰の影響で全体的に価格が例年より2割ほど高くなっているということです。この催しは米子市の JU 米子高島屋で今月27日まで開かれています。